エリナ・アーボットは、アメリカ合衆国の挿絵画家、舞台美術家である。グリーム童話集などの20世紀初めの書籍の挿絵で知られている。宝島の挿絵メイン集、ペノブ・スコット郡のリンカーンという町で生まれた。フィラデルフィアの女子美術学校と、ペンシルベニア美術アカデミーで学び、パリに留学し、パリの展覧会に出展して、1899年に、 フィラデルフィアに帰国した。ドレクセル協会で教えていた、ハワード・パイルからイラストレーションを学び、その影響を強く受けた。風景画や肖像画家として働き、ペンシルベニアの劇団の劇、ザ・エンペラー・ジョーンズの舞台美術の仕事をする一方、イラストレーターとして有名になった。ハーパーズ・マガジン、サタデー・イブニング・ポスト、スクリブナーズといった雑誌の挿絵を描き、 ロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島や誘拐されて、ルイーザ・メイ・オルコットの昔仇の一少女、グリム・ドー・ワシュといった書籍の挿絵を描いた。フィラデルフィア水彩画クラブの会員となり、エミリー・サーテイン、ジェシー・ウィルコックス・スミスやエリザベス・シッペン・グリーン、バイオレット・オークリーといった女性アーティストと、ザ・プラスチック・クラブを作り、女性芸術家の支援ための運動のメンバーとなった。 1898年に法律家で写真家、画家のシーアーナル・アボットと結婚し、1911年からはペンシルベニア州デラウェア郡のローズバレーに住み、夫妻の共同のスタジオで活動した。ありがとうございます。